Hi, how are you? It's me, Sana. Welcome back to my channel. さあ、フォニックスをやる。フォニックスをやってきました。フォニックスを学んできましたって、一体どういうこと?っていうお話です。ポイントはですね、フォニックスって英語教育の中であったり、英語教室で、うちはフォニックスをしていますと歌っている教室は本当にたくさんあると思います。今はもうきっとそうじゃないところの方が多いっていうぐらいフォニックスしてますって歌っているところが多いんじゃないかなと思います。ではそのフォニックスって一体どれぐらいのものなのかっていうことです。中身ですね。で、よくある A, 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 Apple B, 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 B とかいう歌とかありますよね。それをさらっと3分ぐらいで見ました。言いました。真似しました。それもフォニックスをやったっていうことに一応なってしまうんじゃないかなと思うんですよね。ただ、私のところでやっているものっていうのは、結構いろんな種類があります。まずは一つ一つの先、アポじゃないですけど、一つずつの音を覚える。そして言える。それが正確に言えるっていうところですね。で、二つ目がその、一つずつの音を、並べて、じゃあ簡単なところで言うと、sit で合体させて sit っていうものですね。この sit っていうのを、言えるようになる。まあ、その文字を見て、自分で音を発して、それを単語として言えるっていう能力ですね。で、もう一つが、逆バージョンですね。講師側、大人側が sit と言って sit っていうものを子供に、書いて再現してもらう。sit と書いて、これが sit ですかっていう聞き取りですね。これもフォニックスの一部です。そして、それだけでは終わりません。そこからさらに絵本の中、まあ絵本の中じゃなくても文章でも何でもいいんですけど、文章を読めるようになるために、単語もさっきので単語の読める能力がありますから、そのスキルを生かして文章も読めるようにする。で、文章も読めるようになる。と、文章でたくさんの文章で構成されている絵本も読めるようになっていきますよね。こういうことですね。はい。で、文章を読めるようになるっていうところまで、言ってます。で、そこまでいかないと逆にフォニックスもったいないって違う動画でも何回ももったいないって言ってますけど、一つ一つの音を学ぶだけでは、それってどこで活かすんだろうっていう疑問ですね。グラヌグ、ウ、エ、一つずつ学びました。一つずつ学んだとしても、あんまり意味をなさないですね。もちろん発音は良くなりますよ。発音は良くなるんだけれども、それ以上にもっともっと、もっともっとフォニックスを活かしてほしいと思っているんですね。なので、もっと深くですね、濃く学んでほしいなと思っています。あなたのフォニックス、習っていたり、これから始めようと思っているフォニックスというものの定義っていうのはどんなものでしょうか。私はやっぱりある程度のラインまで達さないとフォニックスっていうものが生かしきれずもったいないんじゃないかなと。ぜひそのフォニックスせっかく学ぶんでしたら、ある段階まで超えて生かしていってほしいなと思っております。 Alright, thank you for watching this video. See you next time. Bye!